そうなんすねいやお前さ今日もまたふざけたこと言いやがってあすいませんいやそれちっちゃえだろうああやっぱり君だからか先輩すいません <laughs> うわーそれやっぱ絶対ダメやつやんお前さっきから何回も言ってんだろうこのクスバカ野郎がひえ はいさんこんにちは TKT ゴルフチャンネルの櫻井です今日も先輩よろしくお願いしますよろしくお願いします前回の動画で体格関係なく飛ばせるレッスンしたやんはいああしましたあれめっちゃ好評やったからめっちゃ好評でしたねだから飛ばしについてのレッスンを俺の MC で盛り上げていこうかなと思ってさ俺の MC だいぶ調子乗ってきたねなんか言ったいや何も言ってないですはいちょっとさまだ隠し持ってると思うから俺が求めてるんじゃなくて視聴者が求めてるんだよねそくらい分かっ か言ったいや何も言ってないですはいで早速隠し持ってるものをお願いしていいですかなんか今日チクチク苦労な隠し持ってる何か言ったいや何も言ってないじゃあやっていきましょうそういえばこれ3つあるんすよ3つはい持ってんじゃんかよいやいやだ俺だからいやまた何か言ってるでこの1つ目2つ目3つ目あるんですけど言いますよ1つ目フォローは小さく じいないや、ええ、違うの小さく小さく、はい、じゃあ,まあ2つ目 2>、うん、頭を残すまあ残すまあね三、うん、3つ目、うん、腕を振る腕を振るもまあまあでもねここまで言ったら多分テてテてを見てくれてる視聴者の方たちは大体、はいうん、あ今日櫻井がこういうレッスンするなと思ってるはずなんですよ <laughs> あもう察しがついてるいやそりゃもう まあそうだよねなかなか怖な方た <laughs> ちばっかりですから僕の <laughs> やべえじゃんだいたいコメント見たらわかるでしょわかるも超長文くるみたいな怖なねまあ,ありがたいですけどねでもですね、うん、今日は一番大事なところは、うん、まあ多分皆さん思ってると思うんですけど、うん、一つ目の「フォローは小さくて」 もう1つ目からそうなんですよんで全然引くのませんやんもう2つ目3つ目って頭残すあこうでしょみたいなまあまあ私腕振るバンこうでしょみたいな大体もういろんな動画僕の見てくれてる人はもう大体分かってるんですけどこのねフォローを小さくっていうのちょっと結構こう深いことをちょっと言っていきたいと今日は思いますじゃあもう1個目からそうですね結構重要なポイントめちちゃゃく重要だといとすうか まあすごいシンプルな感じで言いますけどへなるほどこれはもうアマチュア目線で僕は基本言ってるのでプロの方は結構フォロー聞くって言いますよね、うんうん、あ結構言うよ言いますよねめっちゃ言う、うん、なんかこの辺で一番加速しましょうみたいなピューンと、うん、なんかそれが定石かなみたいなそうですよねって、うん、言います 終わってます終わってる終わってるきたそういうレッスンはダメですマジかプロだったらいいんじゃないかなとああなるほどなるほどイメージここピョンと走らせるっていうじゃあちょっとアマチュアの方目線で見たらちょっと違うよねちょっとというか全然違いますね全然違うの僕が見ててアマチュアの方がじゃあそういうレッスン受けましたっていうとまずどうなるかって言ったら一生懸命こっち振りたいんでうん ゃう。分かりますー一生懸命振りたいんですよ左をなるほどなるほどとか、うん、こうなったああもう単純にフォローするだけでかくしてるみたいなそう,そうやっぱりプロの方ってやっぱ軸もしっかりするし、うん、ヘッドの使い方が、まあ、めちゃくちゃうまいっすよねそうだよ、ね、そうですだってプロの人って、うん、ここまでハンドファースターってて ここから次のここの時に、うん、もうクラブここに来てるんですよ確かに <laughs> <って S 2> あのスピードでハ <laughs> ンドバース当ててパーンって来てるんですよああもうそんだけ速く返してるそ<う>ってことですよ、ね、めちゃくちゃ腕の使い方うまいのとーーヘッドの使い方をもう知りまくってるっていうああなるほど,るほどそうだからアマチュアの人に、うん、ここを一番加速しましょうって言うと、はい、左側 まず何が起きるかというと体が流れてくるスポあここ皆さんここっすねここなんですよ勘違いしちゃうポイント絶対勘違いします勘違いしちゃうじゃなくて結果的には大きいんですけどアマチュアの方からしたらの頭の中のイメージからしたらフォロースルーは小さくじゃないと結果大きくならないってことですやべここははい ほんと捉え方次第いで全然ガラッと変わっちゃうよね、はい、そうです。だそれについての2つ目3つ目がバーンあーなるほどなるほど重なってくるんですよいやつながってくるねいや今日つなげましたからつなげてくるね隠し持ってるんじゃないですかつなげるんですよ俺は <laughs> そこはいいわもうあいいかだからまあちょっとね <laughs> 言いますけど、うんうん、や結局ちっちゃく振るんですこっちをああもう単純にこういう感じで はい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 こういう感じバリちっちゃいやうこうじゃないですよはいはいもうそんなちっちゃくていいのもうそんなちっちゃくてい,いこうやって当たった瞬間からイメージはうんこんなイメージいいわかりますマジでそうこれでえそれで大丈夫なの大丈夫なんですよ 僕はいろんな方でレッスンしてますけどアマチュアの方はこのレッスンでまずやったほうがいいですよくこうきてこういう分かりますやりたいのは分かるんですけどやっぱこうねちょっとミート率アップしてまあまあ飛ばないですやっぱり絶対飛ばないですなのでイメージは小っちゃくまずは「フォローする」は。 ちっちゃくはいでんでちっちゃくすればいいかというとやっぱり左肘曲がる右肘まあ右肘は曲がっていいですイメージイメージですよあくまでもこれ左肘を曲がる右肘を曲がるからヘッドが頭だったけどピュッてくるっすあ確かにそう早いこういう感じ確かに早いねこれでヘッドの使い方を覚えるっすなるほどなるほどだからここでピュッてくるんであればもうここを一生懸命家族ここ だから右サイドとかみんな言うんですよねレッスンプロの方たちは右サイドを振りましょうとはい、はい、で実際ここでしたものっていうのはここ実際ここで動画上で現れてこうなってくるでこれでちっちゃくまず振るなるほどちょっとイメージしましょうね、うん、こうやってあ結構手打ちそう,もう、ま バリバリ手打ち見えるんやけどバリバリ手打ちです手打ちでいいんやねはい手打ちでいいですはははいいいあでもマジで早いヘッドの動きキュってくるでしょキュってくるもう一回いきましょうかはあなるほどねでここからねフォローを大きくさせるんで皆さんこの後も重要ですよ今ちっちゃくねはいはい 結構ピュッてきてますねそうすることによってヘッドの使い方だったりヘッドスピードを生むことができますまずはその準備をするってことねそういうことですまだその準備をするってことそういうことですねなるほどそうなんですそういうことですねまずはちっちゃく振るでも実際プロの写真ってこう伸びてるじゃないですか確かにめっちゃ伸びとるよそうそれをじゃあどこでするか 2つ目の頭を残すなんですよここでここで今は何をさせたかというとプロみたいにインパクトあとここから早いなるほどなるほどを今ので覚えましたまずはちょっと3つに分けてそう1個ずつそういうことですねどこで伸ばすのかっていうそれは聞きたいねそれが聞きたいんですよこれは2つ目にいきますよじゃちょっと意識してそれをはい お願いします。自分の中じゃこうです。一、うん、個目。はい。二つ目の頭を。残す。残す。ああ。本当残ったね。今残りましたね。<laughs> 単純に残ったね。いきますよ。頭を残すっていうのは。もう構えたところ。の頭を、はいあれ。ちょっと待ってください。え,ええええ今。分かんなかったんですか。僕の。見て。どうなってたか。え、ちょっと後ろに行ってた。でしょう。ん。いやいや、そこを言ってるんじゃないんですよ。<laughs> ちょっと待ってびっくりした今ちょっとってことは頭を残したらちょっと大事なここ腕見とってくださいよフォローするちょっと見とってくださいいきますよ僕はこうやってるんですよそうですねこうやってでもこれプラス頭残すんですからはいはいはい伸びてるよほらそれよそれこれ に分かってたのにやっぱこう視聴者の方も多分分かってなかったと思うそうなんですよ分かんないですからこれそれで何も突っ込んでくれなかったんですね <laughs> そうだ,よだからヘッドを使ってヘッドスピードを生むそうそうこの中に頭を逆の感じに押すとヘッドがあ腕が伸びるんですでフォローを聞くっていうのは、まあ、僕の言い方なんですけどこのクラブ これ見えますかねクラブクラブ見えますクラブ、はい、クラブのヘッドと頭頭がでかいでしょうでかい頭とあ距離があ,距離あ確かに確かに距離は長いねやっぱり長いでしょう、うん、これがフォローするを大きくって言ってる意味なんですよあそこそこなんですだから多くの方はフォローするをでかくしましょうって言っても、うん、体流れるんで <laughs> 全然ででかかくないんすすよわります距離がでもここの状態で <laughs>、はい、頭ビューンって残すと <laughs> ああこれ引き合ってるねそうですこれが飛距離を伸ばす最速な最大のメリットってことですそうですごめんなさん最,最速じゃな最大のメリットです最最大まずは頭を頭とヘッドを、はいまあ、引き合わせるというかその距離を そうる撮ることによって画像上がこうやって大きく見えてくるっていうでもこれをやろうと思ってみんな手を伸ばそうとするんですこやってあクラブのあ手を伸ばしてヘッドこう遠くに遠くにってでもそうしようとするとから流れちゃう人が多いってことなんですよみんながみんなじゃないんですけどアマチュアの方の大半はこれです、はい、なるほどもう ここが使えてなくてもうそのまんま腕を伸ばしちゃってるとかこうやってやって手を使えてなくて何も引っ張られっこしないからやっぱ飛ばないそう単純にこれリストが使えてないってことそうですヘッド使い方がわからないのとやっぱこのね体の使い方をちょっとこうってするとそれだけでも腕は何も変えてないです僕はスピードを頭をこう なるほどなるほどそうただやっぱりきついからみんなこうなっちゃうんですよねはいはい。で、そうフォローをきくこう取ろうという意識があるので、うん、左を振れたとかう方がいるからなるなる左なんか振れってあまちゃんに言ったらマジで <laughs> かわいそう <laughs> やばいよねいやかわいそうすぎますきついよねそ,<う>それはねだも,もう全然分かってないです、うん うん、まずはまあヘッドを振って腕を伸ばしてそ<う>頭をうヘッドを引き伸ばすと結果左,うわ、うん、左で最大に伸びてるねとか、うん、フォロー大きく取れてるねっていう画像になってるだけであって頭の中のイメージは今のまず腕を振る腕というかそのヘッドターン。 で、頭を残すすことによよっってしかりり腕振まなるほど3つ目のバーンって振るまずは1個目を融合させてしっかりやるそうですねペットはちっちゃく体の近くをこういう感じで実際じゃあ2つ目を合わせてこうなるほどで腕を思いっきり振ればどんどん振って早いフォロースでかいそうそすなるほどなるほどっていう感じになってくるっていうなるほどっすねはいってことはこれもう3つ目は なんか言っちゃったたもう言言いましねっっちゃてるよ、この人もう長いんですよ、尺がこれをするとああ、完成するしてなわほて、ヘッドスピード遅くなってるけどまあ、でも、この意味、理屈と実際、アマチュアの方、視聴者の方たちの頭の中は。 そういうイメージがないと。こういうこう、結果的に動画とか撮って。ね、ねうん、左が大きくならなかった、ね。まあ、まずはちょっとヘッドをターンさせることっていうのは、重要ってことす、ね。まあ、そうですね。うん、それプラス、それをなんでしないといけないか。っていうのと。うん、まあ、今日の。動画の。全。全貌ですね。はい、はい。を見てもらえれば。めちゃくちゃ、こう。ああ、そういうことか。結構。はい、ね、<あ>確かに。納得する。はい 納得させない納得することしか言ってないでしょ、僕。でも、こういうイメージが頭の中に入って練習するだけでも絶対変わってくるんで僕でも1 6 0ンチしかない僕でも飛びます、ぶっちゃけ。僕でも飛びますうるさいわぜひ皆さん、練習場でまずちっちゃく。 そうですね。振って次は頭を伸ばしたらあ意外と伸びてんじゃんみたいな。ああ意外とヘッドがこっち走ってるよねみたいな。でそれを思いっきりまだ腕を振る。腕を振るとこですね。三つ目が腕を振るところですね。つでつ、ね、られてフィニッシュに向かうっていうイメージで。うん、なるほどなるほど、えー。練習してみてください。よろしくお願いします。先輩今日も <coughs> ありがとうございました。ありがとうございました。また。